負ける気しないですよ。富澤の弱点分かったんですよ。え、研究しちゃったんですか研究したっす。え、でもまあ、それ、ここで言っちゃったらやばいっすよね。いや、全然平気っすよ。うん、そんな、そう簡単に治んないから。はい。あいつ、パンチの距離が短いんですよ、全てにおいて。あ確かになんか、シュッシュって感じですよね、なんか。そうです。で、まあ、ブレイキングダウン選手たちは、だいたい膝で負けてるじゃないですか。はい。 それは突っ込むから膝もらうだけで、はい、で、あんなあの距離短いパンチなんか、全然怖くないです。はあ、さす結構、理論がすごいですね、村田さん、やっぱり。で、あえて、あいつ多分中間距離が苦手なんですよね。はい。あの、いや普通のキックボクシングの試合の中間距離が苦手で、はい。で、ブレイキングなウンで1本しかないから、みんながむしゃらにいくじゃないですか。はいはいはい。それが得意なんだと思うんですね。え じゃあ、篠塚さんみたいに村田さんも、あの距離を取って戦うってことですかいや、宇宙人も負ける気しないですけど、ただ、ブレイキングダウンで篠塚たつきみたいな戦い方したら、判定で負けちゃうんで、要所要所、距離取って入る、距離取って入るみたいな感じでやるんですよ。で、あのー、パンチが短いから、カウンター回せやすいんで、<laughs> 全然楽勝っす。それを今言っちゃっても大丈夫ってことです、ね、大丈夫 全然大丈夫です。そんな、手なんかそんな、すぐ治んないですから。最初、最初のなんかメキックで、こっちにきます。ああ、前、はい。あれは何だったんですかあれ、前蹴り。り太が、はい。の作戦、はい、俺を倒す作戦的には多分、りょうた、ん、サウスポーだったから、三日月蹴りと、あの左の三日月蹴りと、左の膝を絶対合わせてくるなと思って、それ警戒してて、で、一回、 こっちはこっち、左出しといて、右を出すっていう作戦なんだった。こんなこと,と、お前、喧嘩師じゃねえだろ、格闘家だろって言われちゃうんですけど、喧嘩作戦は立てんだよ。<laughs> なんかテクニカルでかっこよかったっす、あれ。一応、考えてましたよ。うん、で、朝倉海選手の元で練習してるっつうから、で、あと、JTT に、あのー、原口健人と、 山崎秀明がコーチで入ってんじゃないですか。はい、絶対一緒に研究してきてちゃんとやっていくんだと思ったんでこっちも一生懸命考えましたよ。